turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Well, kid, what you gonna do now? It's your reflection looking back to pull. エキシビジョンマッチは強豪同士の対決です。あの頃はどういうことですか。レベルの高い同士ですから、の高い試合が見れますよね、はい、その中で、レベルの高い状況が大阪で選択していて、そこは見逃さないでしたね。先制のチャンスを迎えています。いや最初の1点ですからね。ここは確実に決めてきました。完全に逆をついてましたね。Thank you.
先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。バッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね。中央に入れていくの選手を必要じゃないですかね。ショー抜けてくる。ショーからボールが上がる中央。キーパー直接処理しました。マルコス・アロンソ大きくサイドチェンジ。アントニオ・ユディガー。前半17分を経過。マンチェスター・ユナイテッドとしてはここで傷口をこれ以上広げないことでしょうね。まだ前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。大きく縦へアスピリクエタ、いいプレッシャー、左上がっていく。ショーからクリスティアーノ・ロナウド、ノックのボール拾いたい。マンチェスター・ユナイテッド、これは奪い返します。ここで同点。いいですね、この展開はファンも思えますね。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ、相手の不注意と言ってしまえばそうなんですけどね。高い位置で奪った勢いのまま、いい形のゴールですね。スーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね。両チームともここっていう時に決めてきている結果なんですよね。カット縦へのボール、マルコス・アロンソ抜けてくる。長いボール縦へ、ハイハフェルツ、チェルシー、ここでファウルをもらいます。
クリスチアーノ・ロナウドに渡る、抜けてくる、ハーフハーフ終了のプレーです。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか。いい試合内容でしたね。後半もいい戦いが期待できそうですね。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常に良かったですよね。奪ってからの攻撃がね、日本になるような見事な感じですね。待望の1点をもぎ取っています。サウンから大きく立て、さあシュートレンジだ。これはよく取れました。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。このピンチよく防ぎました。デヘア、
エリック・バイリンデル、ワンビサカ、ファンデベイク、ブルーノ・フェルナンデス、サイドへ、グラウンデロ、オフサイドですね。時間ありますから分かりません。
とこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。一気に縦へのアーチ、さあ右へ預けて仕掛けるタイミングを図る、もう一度奪ってカッターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。ルーズになる。マンチェスターユナイテッドとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。逆転で勝利。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。いやー、どちらが勝つのか最後までわからないような展開でしたからね。なるほど。マンチェスターユナイテッドとしてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況からひっくり返すことができるわけですからね。大きな一勝なんだと思いますね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。マンチェスターユナイテッドが逆転で試合をものにしています。Of a knife, turn of the screws, it's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Well, kid, what you gonna do now? It's your reflection looking back.